d n a セブンに巨人26日 d n a の勝利を決定づけたのはルーキーの一振りだった。8回に3対2と逆転した後の西満塁で、渡来が右翼席へ突き刺さる鮮やかな満塁弾。苦手としてきた左投手である高梨からアーチを描き、めちゃくちゃ嬉しかった。球界を代表する左キラーの投手から打てたのは財産になる、と笑った。もがいていた。 試合前まで14打席快音がなく、開幕から守ってきた1番の座を外れた。8番に入ったこの日は、本来の自分らしさが出せた、と巧みなバットコントロールがさえ、2回の左前打、5回の右前打を含め3安打4打点。苦しんでいたので、気分的に違うところで、と打順変更に踏み切った三浦監督の起用に応えた。開幕カードこそ2試合連続本塁打と結果を出したが、 一番起用が続く中で、難しく考えすぎていた、と振り返る。明るい性格で誰からも愛される21歳。戸柱や京だら、グラウンド内外でかけられた温かい助言が力になった。本当に幸せ。最高のチームで野球がやれる以上は、死に物狂いで頑張るしかない。お立ち台で大声援に迎えられ、目には光るものがあった。